はい、今日は何を信じるのかっていうお話をしていこうと思います。健康の情報は嘘ばっかりです。嘘っていうよりもですね、いろんなものをいろんな側面からいろんな角度で、いろんな主観を持って、お伝えされていくものなので、すごくですね、情報を全部鵜呑みにしていたら体がいくつあっても足りないですし、頭が混乱してわけわかんなくなっちゃいます。はい、そんなのは、ストレスになりますし大変なので、今日は何を信じていくべきなのかっていうお話をしていこうと思います。健康の情報っていうのは、これシーサーに例えるとですね、これ僕が沖縄で作ってきたシーサー、まあ、それは別にどうでもいいんですけど、このシーサーを、例えばですね、この角度から見るのか、この角度から見るのか、この角度から見るのか、それともこの押さえてる手を取って耳が欠けた状態で見るのか、こっちから見るのか、こっちから見るのかっていうような形、まあちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、例えばですね、肉食、高タンパクな、動物性の食べ物をタンパク質ばっかり取っているとあんまり良くないですよっていう意見もあったりする反面、タンパク質はとりあえず取らないといけないから大量にタンパク質を取りましょうっていう意見もあったりします。あとは何でしょうね、サプリメントがいいっていう意見もありますし、サプリメントは体に良くないっていう意見もあります。卵はどうだ、お肉はどうだ、魚はどうだ、いろんな側面からいろんなことを見ていけば、健康情報っていうのはですね、もういくらでも出せるんですね。いくらでも出せる理由としては、まず一つは儲かるからです。はい、自分の商品のいい側面を、このシーサーのかっこいいところを、かっこいいところを見せて言えば、商品が売れるので、こっち側のかっこ悪いところは、なるべく映さないようにしますね。そして、自分の商品のここのチャームポイント、チャームポイントで、商品販売をしていきたいので、やっぱりいいところ側面を言って、こっちの悪いところは、相手の悪いところ、ネガティブな情報を発信するようにすると儲かります。はい、お金が儲かるんですね。はい、そういう意味から、健康っていうのはやっぱり人にとって関心事がすごく高い、優先順位の高いものになるので、そういったところはいろんな側面でものを言うことによって儲かる人がいます。はい、まあ、そこは一つ押さえておいていただいた方がいいと思います。で、さらに条件が変わります。条件、例えば、消化吸収能力がすごい落ちてるような方が玄米食をとっていくと、消化吸収がうまくいってないので玄米のせいで、体調を崩してしまったりだとか、そういう条件があります。他に玄米のことを悪く言おうと思えば、ちゃんと処理をしなければ、例えば水に浸しておくこと、あとは空入りをするとか、そういったことをしないで食べてしまうとアブシジン酸っていうものが出てしまって、体の中に毒素として取り込まれるっていうことにつながってきます。そこの条件を省いたまま情報発信をする人がいるんですね。なぜなら儲かるからです。何回も言います。はい、そういった背景がありますので、情報を全部鵜呑みにしてそのまんま行動してしまうのはやっぱりもったいないです。はい、無駄なお金だったり無駄な労力、そして健康的な問題、健康被害を引き起こしてしまうことにつながってしまうので、情報はうまくですね、自分の中で選択していかないといけないというふうに私は考えています。選択していくためには、まあ大変なんですね。それもいろんな本を読まないといけないと思います。いろんな本、ネットの情報っていうのは正しいことももちろんありますし、合ってる情報もたくさんありますが、間違った情報、偏った情報っていうのもあります。本ももちろんそうなんですね。断食がいいっていう本もあれば、断食は体を壊してしまう、恐ろしいものだっていう本もあったりします。そういったものも、反対意見も取り入れながら、賛成意見、自分に考えっていうに近いものを取り入れていくっていうのも
重要なことになっていくんですけれども、まあそれはそれで面倒くさいので、何を信じるかよりも誰を信じるかにした方がいいかなと思います。誰ですね。この話でいう誰は、こうやって情報を発信している YouTuber、まあ僕であったりとか他の先生、管理栄養士さん、ドクター、そういった方の意見も参考にするのもありかなとは思いますが、そこの誰ではなくて、まあ YouTuber とかね、そこのそういうことではなくて、まず自分の体ですね。自分の体をまずは信じることが一番先決かなというふうに考えてます。なので私はとりあえず、まあ物は試しではないですけども、いいなって言われてるものであったりとか、そういった情報はいろいろ自分の体であったり、もしくは症状が起きている人、そういった方で、実際に実践をしてみるってことがすごく大事かなというふうに思ってます。私は、私の中でですね、自分に合ったもの、自分が試してみて実際に良かったものっていうところを発信するように心がけてますし、実際に発信されている方は、そういった方がやっぱりいい情報を発信してるんじゃないかなというふうに考えてます。まあ、その上で、賛成意見反対意見いろいろあると思いますけれども、自分に合ったものを見つけるっていう努力は重要かなと思います。ベースとなる考え方は本で得ていけばいいと思うんですけども、まあそれもいろんな情報があるので、わからない方、そして自分自身でいろいろ情報を探していくのが大変な方は、まあこの YouTube チャンネルを登録していただくといいんじゃないかなっていうふうに考えてます。はい、私が言う話も、ここの部分を話しているシーンもありますし、こっちの部分を話しているシーンもあります。それは、まあ、分かりやすく説明しているつもりですが、分からないこと、気になる部分があればご質問いただければ、何でもお答えしていきますので、ご質問をいただければと思います。コメントでもいいのでお願いいたします。はい、今日のお話はこんな感じで、健康情報ってすごく溢れていますし、特に今情報過多の社会になってますので、そこの情報の選択の仕方っていうところは間違えないでいただいた方がいいかなと思います。何が危惧かっていうと、健康に関して言うと、一度健康被害を引き起こしてしまうと、元に戻っていくのにすごく労力がかかったり、お金がかかったり、時間がかかったりしますので、そういう意味でですね、すごく危険な状態も中にはあるかなっていうふうに考えてますので、ちょっと注意して、自分の体は自分で守る必要がありますので、そこだけ、注意して生活してみて、情報をいろいろ受け取っていただくといいんじゃないかなと考えてます。今日のお話は以上です。わかんない方、ややこしい方はとりあえずこれ登録しておいてください。ギュッと絞ったもの、凝縮したものをお届けしようと思ってますのでお願いいたします。本日は動画をご覧いただきありがとうございました。